全国高等学校珠算電卓競技大会の団体総合優勝をした高校生たちが広島市長を表敬訪問しました。市役所を訪れたのは広島市立広島商業高校珠算部の生徒たちです。部長の土佐岡萌さんは、去年の全国大会では団体競技3位という結果で悔しい思いをした。次は絶対優勝するという強い気持ちを持って1年間取り組んできたと挨拶し、団体競技優勝メンバーの古本愛理さんが大会の模様を説明し、優勝報告をしました。8月1日に東京武道館で行われた競技大会では、団体総合、個人総合競技などで優勝し、4冠を達成しました。これは学校創立以来初めてのことです。広島市立広島商業高校珠算部は、この大会の珠算団体総合競技で過去6回優勝した強豪校です。珠算部顧問の早川雅美さんは、広島市立広島商業高校珠算部の生徒たちを35年間指導してきました。お願いします。クラブ活動は挨拶が基本だというふうに思っています。それからマナーですね、そういったところをきちんと身につける、珠算の技術だけではなく、そういったところにしっかりですね、力を入れて指導をしております。家族のように接してくださるとても大事な先生です。去年の9月から部長を務め、ぶつかり合うこともありましたが、みんなの日本一という目標は変わりませんでした。大変なこともありましたが、みんなで大きな目標を達成することができ、とても嬉しく思っています。これからも私たちを支え、応援してくださる方々へ恩返しができるよう頑張ります。読み上げ算は速さと正確さ、そして聞き取る力が必要な競技です。大会本番ではプレッシャーに負けない精神力も必要とされます。はい、7433億4881万9665円です。勝負。珠算部に入部したきっかけは、私が一生懸命打ち込める部活に入りたかったからです。将来は珠算部で得たものを生かして医療事務の仕事に就きたいと思っています。チームのみんなの顔を思い出しながら、最後まで諦めることなく競技することができ、それが結果につながったのでとても嬉しかったです。珠算部で得た計算力、集中力、忍耐力を生かして、卒業後税理士になるという目標に向けて頑張りたいと思っています。優勝報告を受けた松井市長は、日頃からの鍛錬に積み重ねてきた努力がなければ聞き取りや操作ができない、それをやり遂げて日本一になったことは素晴らしいことですと生徒たちをねぎらいました。いつもですね、お世話になっている方々への感謝の気持ちというのを強く持つようになったと思います。先日もですね、お世話になっていた珠算の先生の教室が被災をされたということで、みんなでボランティアに行こうということで復旧作業のお手伝いに行きました。そんなですね、気配り、心配りも含めて、いろんなことにですね、積極的にチャレンジをしてくれるようになったというのが一番大きな変化ではないかなというふうに思っています。秋区船越にある秋区民文化センターで第12回吹奏楽フェスティバルが行われました。この催しは吹奏楽の発表の場として秋ライオンズクラブの主催で開かれました。この日は中学校と高等学校合わせて13校が参加し、クラシックや J-POP など幅広い曲が演奏されました。
地域の活性化を図りたいということで、子どもたちの吹奏楽部各中学校高校とあると思うんですけど、その発表する場というのがないと。じゃあアキラヨンズクラブが主催として、吹奏楽っていう形で、地域に貢献しようというところから始まりました。皆さんですね、中学校高校大学という形ですね、続けていかれると思いますけど、継続するっていうことがすごく素晴らしいことだと思います。頑張っていただければですね、よろしいんじゃないかと思います。高等学校からは5校が参加しました。続いては中学校8校の演奏です。